皆さん、こんにちは、こんばんは、ゲイコです。今日はですね、まあ、実はね、前回、友人がちょっと来て、ドレスの、キーホルダーが、新しいやつ、ほぼ全部、ちょっと、もらってくれちゃったので、ちょっともう在庫が全然ないので、ちょっと、作らないといけないので、今日はね、こちらの、まあ、ドレスとね、それと、この、キツジ？これがちょっと変わってて、いいなと思って、今回これを、着ることにしました。はい、今日の材料です。まさの涙が入った、レジンです。そして、アングル変えます。こちらの、宝石のスループの、シアン。私よくシアンとかブルー系が本当好きですいません。そして、ビトラールのオールドピンク。そして、ラメになります。ラメのピンク。そして、ブルーグリーンのラメになります。はい。それでは、行きましょう。まず、こっちの、何キツジから行きます。で、今回キツジは、この、ラメだけを、作っていきたいと思うんです。はい。まあ、この2色なので、ここに乗っけていけば、ちょっと待ってね。このぐらいか。ここに乗っけて、2種類乗っければいいかなと思うんですが、なんかね、いつも似たような色とか、カラー枠でほんとごめんなさい。いろいろっていうか、意外とね、私カラー枠ね、ちょっと少ないんですよ。もうそのうちどっかで買いたいなって思ってるんですけど、空枠も少ないし、ね、空枠、セリアとかチャンルで買ったりするんですけど、もうそろそろね、ちょっと、セリアもチャンルもあまり、ないような、まあ、最近ちょっと行ってないので、あれなんですけど、ちょっとインターネットでね、買おうかなとは考えています。はい。まず、キツジからいきますね。こちらのピンク。本当にピンクです。はい。そのまんまです。ラメだけっていうのは、本当久しぶりかな？かな？最初の頃はよく、ラメ入れて使ってたんですけど、最近は意外と宝石の雫ばっかり使ってたように思います。で、今回はね、ラメだけを入れた。よし。よし。はい、これがラメ、ピンクのラメね。で、今度はもう一個、あ、やべ。もう、おっちょこちょなんでしょうね、私ね。でもこんな私なんですけど、楽しんでってください。もう毎回なんか似たようなこと言ってやるんですけど。はい。こういう色です。私的に、スマホで見ると、ブルーが強いよね。でも、肉眼で見ると、グリーンのような、ブルーのようなっていう色なんですよ。なので、結構ね、バッサリ入れちゃいます。バッサリ。
実はね、今、今日はね、3月かですね。明日、大学病院に行くんですけど、ちょっとピンクが足りないかな。ちょっと待ってね。ここで、突然の追加になります。キャンドゥで買った、ラメパウダーなんですけど、これね、ケースがね、壊れ、もう出なくなっちゃって、あーもうラメが。手にラメがつく。ダメ。これを入れていこうと思います。なんでやねん。ああ、もったいないけども。うーわー。皆さんお許しください。うわー、あのね、気をつけなきゃとか思ったんだけどな、今が。いやー、このラメもったいない。これな、なんかもうちょっと、劇に立そうかな。わ、今、すごい、すごいショック、今、自分。もう、次は、おっちょこちょい注意しなきゃ、次は注意しなきゃって、いつも思ってるんでしょ？思ってるんですけど、やっちゃうんですよね、もう。悲しくなっちゃう、もうなんか。もうちょっとレジエキ追加しますね。じゃないと、もう最悪だね、これね。もう、団子になりそう。気を取り直して、頑張っていきたいと思います。本当に気を取り直さないと。そしたら、ピンクを真ん中にして、ブルーを両端にしようかな。この方がいいかな、まだね。ピンク結構ね、量が増えちゃったので、今回、本当はね、ブルーを、中央にしたかったんですけど、ピンクを、したいと思います。ああ、もう、思いっきり入っちゃったっての。もう、はい、入れていきます。これ、ちょっと待って、なんか、あ、今言わたんじゃなくて。もう、最悪。あ、ちょっと、大丈夫。これ、硬いんだよね。どうしようかな。やっぱり、エンボスヒーターでちょっと柔らかくしないとダメかな。ということで、ちょっとお待ちください。エンボスヒーターを出していきたいと思います。あ、ん？あ、ゴムがないと思った。ね、こうやって、すると、柔らかくなるから。
いいかなって思ってます。マフとか。もう。あ、ちょっと待って、これ糸じゃん。もう。ちょっとさ、かなりピンピンになっちゃったよ、これ。一回、ちょっと、半分ぐらいですね。入れましょう。で、今度は、あ、バカ。ピンクを真ん中じゃん。ほんと、すみません。もう、逆に、おちょこちょいが今回多すぎると、なんかだんだん落ち込んできちゃった。なんか目じいちゃいそう。こんな私、さすがにちょっと、目じいちゃいそうです。真ん中に、ピンクが多いから真ん中にピンクに変更しましょうって、ぶった矢先から端っこに入れちゃったよ。すいません。もう座ってない。もう、ちょこちょいが多くて、どうしたらいいんだろう、この。せっかく、ほんと見てる、今。ちょっと今、しょっぱなから今ダブルパンチ食らった感じです。めでたいぞ、ほんと。なんで私こうなんだろう。嫌っつうぐらいもう。もう、なんで？なんでって言ってもね、それあなたの性格でしょって。言われそうですけどね。性格ってそれがあなたでしょって言われそうですけど。もう、すいません。このレジン液取っとこう、残ったら。もう、みんなこういうもんですか？絶対私だけだよね。こんなに多いの。あ、こぼれた。そう、ピンクが、ここに入れる、はずだったのよ。もう、硬化していきます。はい、硬化が終わりましたので、もう一回ね、ここに入れたいと思います。ああ、もう。ほんと皆さんすいません。でもね、こんな私でもね、楽しいって言ってくださる方いるんですよ。おちょこちょいな、本当に。おバカな私も楽しいって言ってくれる方が、それが本当に励まされます。そういう言葉をかけてくれると、本当嬉しいです。あ、これ、ストーリーな。
ね、やっぱり。なんていうのかな。もともと多分、おっちょこちょい。いや、でも、昔おっちょこちょいだったかな。昔おっちょこちょいだったかな。ただね、そうそう。昔はね、本当に身長が低いことに、すごくコンプレックスがあって、たんですよ。で、それが、なくなって、まあ完全にはなくなってないけど、もう昔ほど、気にしなくて、はいるんだけど、なんか、何？何言おうとしたんだっけ？そうそうそう。ボランティアのグループ活動に入って、からの私はきっと自分好きになったんですよ。で、どうしてかっていうと、自分で感じたんですけど、その時、すごく明るくなった。まあ、ね、身長が低かったので、まあ、成長ホルモンっていうのも、ありまして、そういう、亡くなった方の、首の後ろから、まあ、皆さんもね、普通の方でも、誰でも人間、首の後ろから、甲状腺ホルモンって、まあ、成長ホルモンか。成長ホルモンが出てるんですけど、私の場合それが出てないんですよ。出てなかったので、身長が伸びづらかった。でも、私はそれに加えて、ちょっと脊髄も悪くて、伸びが悪かったっていうのもあって、まあ、注射をして、少しでも伸びた。伸びたって言ってもそうだな。もうこの、今までのこの、50代来てますけど、30センチぐらいしか伸びてないんですよ、実は。それでも、こう、なんだろう、バスに乗れなかったのが、乗れるようになったりとか、その、ね、自分の成長のね、弱さん、コンプレックスを持っていたけど、でも、こう、そういう注射して、少しでも身長伸びたことによって、性格っていうか、まあ、考え方かな。考え方が、だいぶ変わってきて、もう、その時からもう、だんだんこう自分が変わっていったんですけど、ただね、ちょっとやっぱり、麻痺が、最初は良かったんですけど、だんだん、足に麻痺が、もともとまあ片足で、だけ麻痺してたのが、両足麻痺したりとか、っていうのが出てきちゃったので、これはもう、ちょっと、考えなきゃ、まあ、家族会議っていうと大げさなんですけど、ピンポンパンポンって。家族会議って言ったら大げさ、本当大げさですよ。そういう、そこまでのあんじってないですけど、ただ、ね、綿棒出してなんか、もし、やめるにしても、自分で、縮めをつけて、もう、いいっていうか、嫌ですよ、ほんとは。嫌だけど、麻痺が来ちゃうから、
もうここでいいかなって、まだ決めるにしても、親が決めてしたくなかったんですよ。親が決めて決めるんじゃなくて、自分で決めて、自分で納得した上で、後悔しないようにしようと思ったので、誰かのせいにしたくなかったので、ね、お母さんが、やめた方がいいって言ってからとか、そんなんじゃなくて。いや、その時は、その話はね、高校の頃かな、それで話をしたの。ね、本当に誰かのせいで、やめろって言ったからやめたじゃないかとかね、そういう風になりたくなかったので、私も、もうやめるんだったら、自分で納得して、で、後悔しない。もう後悔しない。そういう風にしようと思ってたので、まあ、ちょっと一人で考えさせてっていう感じで、考えたんですよ。それで、うん、もう、ここで、やめよって、思って、それすごく、いや、嫌ですよ、嫌ですよ、ね、身長が伸びないって。結局、まあ、120センチのままなので、でも、それももう、もともと、90センチしかなかった私が、ああって、何の話してんだいつも話がこう、なんて言うんだろう。こう一つの話なのにだんだん取れていくんですよね。私の話って。なんか、うん。まあ、取れても許してください。これが私なんで。なので、まあ自分で、しっかりと、決めて、もう、これでいい。これで満足に伸びた。これで、まあ、たぶんね、120のまま、年取るかもしれないけど、もうそれもしょうがない。みんなにきっと見られるかもしれないけど、でも、そこでね、気持ちを切り替えて、やっていったので、まあ、後悔はしてないんですよ。で、何の話してんだろう。私、なんでこう、話が逸れたのかな。別に、話逸れたくって、逸らすつもりじゃないんだけど、私ね、一人で話してると、話が別の方向に、友達とね、話してても、ま、レイコちゃん、それ違うよ。話がちょっとずれてるよとか言われるんですよ。だ普段がアクトレイなので、本当にね、そうなんですよ。ずれるんですよ。話が。ちょっとアングルから外ですね。一人で喋ってるとどんどんずれていくんだよね。まあこれが、私なんで許してください。ね。もしこんな話、雑談とか、こういう雑談が嫌だなっていう方は、他のチャンネルをご利用ください。私はそれでも構いません。これが私なんで、これが私と思えないと、ちょっと待ってね。アングル、ちょっと。アングルから切れると。ね、今度は左だな。まあだから、おちょこちょはね、やっぱり、もともと持ってたかもしれないね。自分が気づいてなかった。最初は。本当に。
気づいてなかったので、だから、そういうちょこちょいが、その話がずれてきてしまうのは自分で分かってなかった。いや、分かってなかったっていうか、なんていうのかな。まあ、それが私って感じですかね。で、終わっちゃうのかな、やっぱりな。そうなっちゃうのかな。はい、今度は、ブルーのところをもう一回入れます。ちょっとね、ここはぷっくりさせたいんだよね。きつい字だから、きつい字ってさ、ぷっくりしてるじゃないですか。だから、全体的にぷっくりさせたい。今ね、こっちに入っちゃった。ちょっとハングルから離れるね。あ、これやっぱり一回硬化するべきだったな。くっついちゃってる。豆に硬化するべきだね、これね。ちょっと待って、一回取るわ。一回取って、ちょっと、一回取って、ちょっとこう、くっついちゃうから、これでちょっと硬化しな。あ、でもこっちもくっついちゃってるの。うん、やっぱりね、ちょっと、片面ずつ硬化するべきだったな。うん。で、硬化します。はい、硬化が終わりました。これで、全体的に、つけていこうと思います。ほんと、ね、動画撮ってて、話が逸れてしまって、申し訳ないです。私ね、こういうね、いろんな、やっぱり、話を、させてもらってるんですけど、やっぱりね、動画で、やっぱり動画って、一人で喋ってるじゃないですか。そうすると、やっぱり、どうしてもこう、なんて言うんだろう、日頃あったこととか、自分のこととか、っていうのをやっぱり、私にあんまりこう、まあもちろんその、なんていうの、名前とか、まあ名字とかね、電話番号とかそんなのは、良くないと思うんですけど、それは本当にプライベートなことだけど、だけどそれ以外は、私は逆に、自分の体のことに関しては、あまり隠したくないんですね。じゃないと、堂々としていたいんですよ。昔の私は、やっぱり自分の体が、すごくコンプレックスで、そういう状況にあった。だから、やっぱり、こう隠したがったりしてたし、自分に自信が持てなかったり、たんですよね。でも、もう一回これ硬化しますね。ですけど、今、自分が、この、まあ、もちろん母のおかげもありますが、この年になってみて、やっぱりいろんな、この、もちろん作品作りが好きなんですけど、でも、いろんな雑談をしたいし、私はね、
私はいろんな雑談したんですよ。で、そこから、まあコメントを連絡くれれば、逆に言ったら、その方と、ね、と、まあ、ね、コメントくださって、くださる方がもしいたとして、でそこから、まあよかったら友達になりたいっていう時もあります。ただ、別にね、だからってその、友達になりましょうって言ったからって、やっぱり私は、遊びに行くことってのは難しいです。だからせめて、こう電話で楽しいおしゃべりしたり、そういうことできたらいいなと思ってます。ただ、この視聴者さんが、いろんな方がいると思いますが、そういうことまで、したくないよって方は、それはそれで別に無理に、とは言わないし。ただ私は、UV レジンを通して、そういう会話できたらいいなと思うし、また、ね、レジンを通して、いろんな情報交換って、言うとちょっと大げさなんですけど、そういうこともしたいし、なので私は、あえて私は自分の体が不自由だとか、そういうことは、を隠すことは私はしません。それは、以前、私が病気を隠した、まあ、アメーバピグでですね、自分の病気、いろんなこと隠して、言えば、会話が成り立たないで、じゃないですか。何も話せなくなっちゃう。アメーバピグでも、ね、上辺での、軽いおしゃべり、だったらできるけど、でもそれも、長く持たないでしょう。やっぱり自分の、こういうこと、ああいうこと、っていうのを話したと思いません？私だと思うんですよね。だからついつい皆さんに、雑談を交えて、動画が長くなってしまうけれども、雑談を交えたっていうのが正直なところで、ただ、それがね、嫌だって思われてしまえば、それはもうそれで、そしたら私の動画は、炎上しても構いません。ただ、なるべくはね、あまり長くしないようにはしていくつもりですけど、はい、効果が終わりました。ね、やっぱりその、合間合間で、ちょっとした雑談が、それが逆に、ちょっとね、真ん中が、他人になってる。それが逆に、いいって方もいらっしゃるんでしたら、嬉しいし、ありがたいです。それはそれで。ただ、ね、動画作ってる方の動画じゃんって、UV レジン作ってる方の見ると、本当にその文字をここに、して、字幕つけて、それはそれでいいと思います。ただ、私はあまり、その字幕だけでも、そういうにはしたくない。私はそういう考えなので、ちょっとごめんね。だから、いろんなことを話して、昨日あんなことがありました。今日こんなことがあって、お笑いしちゃいました。っていう会話も、楽しんでもらえたら嬉しいです。
ちょっとね、硬いので、塩分ヒーターで、全体に伸ばしたい。私はそう思ってるんですよね。どうしても。ちょっと待って、もうちょっと。いや、本当はこれね、この上にレジ打ちしてるつもりなくって、このピンクとオレンジを、だけをこう、ぷっくりさせたかったんですよ。ちょっとそれが、うまくいかなかった。これで硬化していきます。OK。これで完成ですね。あ、完成じゃないや。裏が入りました。あ、そうだ。あ、裏を先にやるべきだった。いや、実はね、このガムテープじゃないや、養生テープが、糸が入ってるっていうか、こう、網目になってるんですよ。で、硬化すると、その表面が、網目がどうしても入っちゃうんですね。なので、これを硬化してこのまま、で、裏返しにして硬化すると、表を見ると、意外と網目がちょっと入っちゃったりするので、まあいいや、それは。ちょっと考えよう。あ、それ、耐震マット出そうかな。あ、耐震マットどこだったっけ？どこ入れたっけ？え、どこ入れたっけ？耐震マット。どこだい？え、ちょっと待ってよ。耐震マットが。ちょっと失礼します。はい、今ね、支柱を交換、最後に交換しているんですけども、その間に、こちらにドレスをやっていこうかなと思います。ドレスは、グラデーションにしたいんですもんね。なので、グラデーション風にしたいから、どうしようかな。グラデーション。ここ、出してて大丈夫かな？硬化しないかな？まず、はい、こちらを、少し入れていこうと思います。一個。そして、こっちには、レジン液も、ちょっと、ほんのり薄く。もうちょっと。うん、いいですね。
で、こちらをこう、混ぜます。そんな言葉詰まっちゃった。混ぜますって言わなきゃいけない。あ、なんて言うんだって。ダメだわ。はい、これを、ちょっと待ってね。これを、よいしょ。あ、やばい、やべったわ。これはこれでいいや。うん。で、これなんでこんなになっちゃうの？もう。うわぁ、すごいな、この、インクが。わわわわわ。あ、ごめんね、今ね。すごいの、この汚れが、ここに、ここにインクが、垂れてきたって。今もまた、言葉詰まっちゃった。待ってね。もう。エタノールがね、ないからね、あっち使ったり、こっち使ったりって、不便なのよ。もう。参っちゃうわ。もう。どうしてここを耐えるんだろう。もう、皆さんのおせちの記録って、こういうことあります？え、私だけかな？私の使い方が悪いとか？あ、もうここに切っちゃった。なんか、だんだんこの、机も汚れてきますよ。見て、これ、キャップなんかすんごいことになってるもん、これ。困ったね。しかもさ、エタノールないからさ、なんか、レジン液用のクリーナーを、ちょっとごめんねよ。急遽お掃除になってしまいました。すいません。まあ、こういうこともあるんだなと思っていただければ嬉しいです。なんかこう、何？綺麗にしてないと私嫌なんだよね。はい、これを、じゃこれを、少し持って、こっち真ん中に持ってって、これの中間色ですね。中間色を作りたいと思います。あ、でもちょっと分かりづらいね、これね。はい、作りましたので、これ濃い色から入れていきます。あ、ちょっとごめんなさいね。はい、すいません。ちょっとね、今急に連絡が入ったので。よし。まあ、こんな感じで、コイルを先に入れていきます。なんか、ね、作品を作るのも楽しいけど、なんか売れたら嬉しいってみんな思うよね。でもさ、なんか売ったら売ったでさ、なんか寂しく感じますよ。もちろん売れたら嬉しいし、それはそれで、
嬉しいんですけど、かかってくれるから嬉しいんですけど、やっぱりね、愛着があるってことなんでしょうね。すいません、ちょっと今ね、連絡がちょっと入ってるので、一回ちょっと止めますね。はい、すいません。ちょっとね、今急に連絡が入ったので。まあ、こんな感じで、コイルを先に入れていきます。ね、作品を作るのも楽しいけど、売れたら嬉しいってみんな思うよね。でもさ、売ったら売ったでさ、寂しく感じますよ。もちろん、売れたら嬉しいし、それはそれで、嬉しいんですけど、かかってくれるから、嬉しいんですけど、やっぱりね、愛着があるってことなんでしょうね。すいません、ちょっと今ね、連絡がちょっと入ってるので、一回、ちょっと止めますね。はい、すいません。はい、それでは次に、一番後ろを一番上に入れていきます。この服、シンデレラ風なのかな？あ、いや、わかんないよ。わかんないけど。あ、でも、これは、100均のなので、ちょっと微妙かな。真ん中の色。あ、真ん中の色が足りないかも。はい、これで、ちょっとこれだ、この、なんだっけ、筆じゃないや。筆じゃないんだけど、これ、なんて言うんだっけ、これ。わかんない。わかんないんですけど、これだと、ちょっとぼかしかり、ぼかしかりだって。ぼかしたりができないので、ちょっと、こうしますね。櫛でぼかしていきます。これね、ちょっとね、しっかりぼかさないと、ね、クリーが見えちゃうと、ちょっとね、みっともないからね。はい、これで、じゃあ、硬化します。ちょっとね、この後、友人から連絡が来るということなので、動画としてちょっとアップできるかわかりませんが、もしかしたらここまでの工程になってしまうかもしれませんので、ご了承ください。はい、すいません。とりあえず、今日はここで、こちらも出来上がったので、はい、ちょっとアングル変えます。はい、こんな感じで、いかがでしょうか。あ、結構いいな。結構自分で自己満足かもしれないだけなんですけど、
はい、こんな感じで。はい、完成できますか。これはね、キーホルダーとして、また、完全に完成したら、動画にてお伝えしたいと思います。はい、今日の動画は以上になります。よかったよ、頑張ってねって思ってくれる方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画まで。またねー。